みんな集まってくれてありがとう。早速だがこれを見てほしい。さっきの戦いでネクスエア寮から多くの資材を得られたことでセントラルキャノンの開発も順調に進んでいる。それでもまだ資材が不足していてね。そこで君たちにお願いしたい任務があるんだ。これはリテムリージョン。ここから東にある地域だ。この広大な砂漠の地下には豊富な資源が眠っていてね、リテムリージョンの協力を得たいんだ。ただ彼らもドールズとの戦いが続いていて他のリージョンに手を貸せるような状況ではない。私たちが行ってドールズを倒す手伝いをすればいいのかな。そうだね。まず君たちに先遣隊として向かってほしい。現地で何が起きているのかを把握し彼らの手助けをする。そして彼らとの協力関係を築いてもらいたい。わかった。私たちに任せて。リテムリージョンには連絡を入れてやる。みんな頼んだよ。砂漠ってどんなところかな。厳しい地よ。砂に覆われているだけじゃなく昼と夜の気温差も大きいわ。そうなんだ。じゃあちゃんと準備しておかないとね。
これまで遭遇したことのないタイプだわ。二人とも注意して。
Yes! ウスナ、敵ではない。わしはハーディ、リテムシティ所属のアークスだ。リテムシティというのはリテムリージョンにある町の名前ね。さよう、手を貸すべきかと思ったのだが、なかなか見事な戦いぶりでな。つい見とれてしまったのだ。許されよ。私たちもだいぶ強くなってるってことかな。私たちはそのリテムシティを目指してここまで来たんです。よければ行き方を教えてもらえますか。ここを南に進めばオアシスに出る。その先がリテムシティだ。わかりました。ありがとうございます。案内してやりたいが、偵察任務中でな。いずれまた会うこともあろう。ではな。ハーディさん、強そうな人だったね。そうね。長年戦ってきた勇士という感じだったわ。リテムシティにはあんな人たちがたくさんいるのかな。だとしたら、それだけドールズとの戦いも激しいということになるわね。トライアルスタート。
ょっと疲れたね。ここなら少し休憩できそう。そうね、水も補給して。何？今の音。リテムシティの方角からね。急ぎましょう。の人たちは見て、向こうの行ってみよう。そこの三人、止まれ。リテムシティのものではないな。何者か。エアリオリージョンから来ました。セントラルシティ所属のアークスです。うん、そうか。クロフォードが言っていたのはお前たちか。奥へ。遠路ご苦労だった。私はナーデルフ、リテムシティのリーダーを務めている。ナーデルフの補佐を務めるジャリルだ。同じくモフセン。私はアイナ、セントラルシティから来たアークスです。マノンです。それでさっき大きなドールズを見たんだけど、あれは？
レヌス・リテムだ。レヌス・リテム。砂漠を縦横無尽に走り回る上に神出鬼没、とにかく面倒なやつでな。今回は怪我人だけで済んだからまだよかった。わしらは長年やつに苦しめられている。クロフォードから大体の話は聞いている。我々の手を借りたいということだが。すまない、力になることはできない。エアリオタウンのことは私たちも知っている。確かにダークファルスを放っておくことはできない。だが我々も目の前のことで手一杯でな。レヌス・リテムね。奴を何とかしない限り他のリージョンに手を貸すことは難しい。無駄足を踏ませて悪かった。だがすぐに帰らせるのは申し訳ない。休んでいってくれ。あの、でも待ってくれ、ナーデレフよ。レヌス・リテムが出たか。留守にしてすまなかった。それはいい。なぜ止める？この者らの腕、なかなかのものだぞ。サンドで出会った後、セントラルに確認したのだが、少ない手勢でネクスエアリオを倒したらしい。これは好機かもしれんぞ。彼女らの助力があれば、レヌス・リテムを倒せるかもしれん。うん、私たち力になるよ。しかし、ネクスエアリオを倒したと言ってもにわかには信じられん。うん、とても厳しい戦いになるぞ。それだけの覚悟がお前たちにあるのか。わかった、それならば協力を仰ごう。じゃあまずはこのリテムリージョンの状況を詳しく教えてくれるかな。我々は現状レヌス・リテムにも手を焼いているが、他のドールズの攻撃によって物資が破壊されているのも問題になっている。リテムリージョンにはわしらが管轄する資源の保管所がある。そこに大量のドールズが発生しているのだ。今私たちはリテムシティの防衛に集中している。そのためよそへ戦力を回す余裕がない。わかった、まずはそこのドールズを倒してくるよ。ネクスエアリオをも退けたというお前たちの力見せてほしい。二人ともやろう。ではよろしく頼む。
調子はどうですか？はい。はい。また。鍛えに来いよ。なったぞ。いつでも鍛えに来いよ。Whoa!
ぞ。強くなったぞ。いつでも鍛えに来いよ。よし、鍛えるぞ。強くなったぞ。
Thank you.